T25 はドイツ海軍の水雷艇。1939型。1942年12月12日収益。1943年7月 T24 と共にフランスへ進出。9日サンマロに到着。10日ブレストへ向かう途中でイギリスの駆逐艦、ベルブレイク、ウェンスリーデール、グレースデールと交戦した。8月日本の潜水艦位8を超え。 9月期来不設を行う。10月4日、T22,T23,T25,T27 の4隻で、フランス沿岸で、戦団護衛中に、イギリスの駆逐艦リンボーン、ウェンスリーデール、タナットサイドを、アルスター、グレンビルと遭遇し、戦闘となった。この戦闘でドイツ側は、イギリスの駆逐艦4隻を損傷させた。ドイツ側の損害は、ほとんどなかった。 10月23日封鎖突破戦、ミュンスターラント攻撃に出撃してきたイギリス艦隊と、交戦。イギリス側は、軽巡洋艦カリブディス、駆逐艦、グレンビル、ロケット、リンボーン、ウェンスリーデール、タリボンとスティーブンストーンであったのに対しドイツ側は、水雷艇、T22,T23,T25,T26,T27 と戦力は、 イギリスの方が優勢であったが、ドイツの水雷艇は雷撃で、カリブリスト、リンボーンを撃沈した。ただし、この戦闘では、T25 は雷撃に失敗している。12月24日、封鎖突破戦オゾルノの護衛に出撃。12月27日封鎖突破戦アルステルーファーの出迎えるため出撃。28日駆逐艦、Z23、Z24。 Z27、Z32、Z37 水雷艇、T22,T23,T24、T25、T26、T27 からなる、ドイツ艦隊は、イギリスの軽巡洋艦エンタープライズ、グラス号と交戦し、この戦闘で T25 を含むドイツ艦3隻が撃沈された。ありがとうございます。